ハニュー・ユズルの離婚報道に対する反論、笑顔、絵文字の冷静な怒り、感情の複雑さを伝え、ファンとの結びつきを深めた真実。フィギュアスケートの巨星、ハニュー・ユズルさんが2023年11月に離婚を発表して以来、彼を取り巻く様々な報道が注目を集めています。そして、12月26日、ハブさんは自身の SNS で反論の声を上げました。その中で使われた、笑顔の絵文字が、 ネット上で騒然となりました。一見穏やかな笑顔の奥に隠された冷静な怒りが、ファンたちを驚愕させています。この記事では、羽生譲さんの反論ポストと、笑顔、絵文字の舞台裏に迫り、彼の心情と真実に迫ります。笑顔の裏に秘められた感情とは一体何なのか、ファンの好奇心を満たすために、私たちが再フレームした新しい視点でお届けします。羽生譲の、笑顔、絵文字、 冷静な抗議の奥に潜む真実。フィギュアスケートのスーパースターである羽生譲さんが2023年11月に離婚を発表して以来、彼の周りには様々な報道が渦巻いています。そして、12月26日、羽生さんは自身の SNS 上で報道に対する反論を行いました。その中で注目を集めたのが、笑顔の絵文字でした。この絵文字は一見穏やかな笑顔を伴っていましたが、 その奥には冷静な怒りが潜んでいるようで、ネット上では賛否両論の声が上がっています。羽生結弦の反論ポスト。羽生結弦さんは8月4日に結婚を発表し、わずか3ヶ月後の11月17日に離婚を決断したことを公表しました。その際、誹謗中傷やストーカー行為、許可のない取材や報道があったとし、離婚を決断したと述べています。そして、 12月26日には SNS 上で報道に対する怒りをぶつけました。ひどい妄想とか想像や嘘だけで記事になっててびっくりします。すごいですね。訴訟して勝っても何も良いことないのでしませんがとの言葉とともに、二度、にっこりと笑う絵文字を添えています。この投稿に対してネット上では様々な反応がありました。ハブさんの怒りの文面とは裏腹に。 笑顔の絵文字が帰って生き通りの大きさを伝えているとの声や、羽生結弦が滅多に発信しないイメージの中で、この煽りとも取れる絵文字の使い方に驚くコメントが寄せられました。笑顔の絵文字に寄せられた反応。XQ ツイッター上では、ハブくんぶちぎれてるだろ。あの絵文字の使い方。笑顔の絵文字が帰って生き通りの大きさを伝えている。羽生結弦る怖すぎ。この絵文字の使い方とか、笑顔だけど、 冷静に静かに怒ってるの怖すぎる。滅多に発信しないイメージの羽生結弦がこのあおりとも取れる絵文字でコメント、真相や怒りなどの書き込みが相次ぎました。これらの反応を見ると、ファンたちは羽生結弦さんの笑顔の奥に隠れた感情に敏感に反応しています。彼が怒りを抱えつつも笑顔を見せることで、その複雑な感情に触れたファンたちが驚きと関心を抱いていることが伺えます。笑顔な絵文字の舞台裏。 羽生結弦さんが笑顔の絵文字を選んだ理由には、一体どのような意図があるのでしょうか一般的には笑顔は喜びや幸福を表すものとされていますが、羽生さんがこれを使ったことで、怒りや不満といった負の感情を表現したいという独自のメッセージが込められている可能性があります。また、羽生結弦さんはこれまでにも公の場で滅多に感情を表に出すことがなかったため、 その積み重ねられた感情がこの反論の中で爆発したような印象を受けます。笑顔の絵文字が表面上の冷静さとは裏腹に彼の心情を端的に表現していると言えるでしょう。結びつける心の奥底。この笑顔、絵文字の使い方が羽生結弦さんのファンたちに与える印象は非常に興味深いものです。ファンたちは彼の人間的な一面を垣間見ることができ、その繊細で複雑な感情に寄り添いながら、 彼と共感しようとしています。彼のファンにとっては、羽生結弦さんが抱える感情や立場を理解する一助となり、彼との結びつきを深める契機となったことでしょう。この記事では、羽生結弦さんの反論ポストと、笑顔、絵文字に込められた意味に焦点を当て、彼の心情と真実に迫りました。彼のファンにとっては、これを通じてより一層羽生結弦さんを理解し、支えることができるかもしれません。 冷静な抗議の奥に潜む真実を探りながら、羽生結弦さんとそのファンとの絆が深まっていくことを期待しています。羽生結弦さんの笑顔、絵文字は、一見すると穏やかな表情を伴っていましたが、その奥に潜む冷静な怒りが、ファンたちに驚きと関心を与えました。彼の離婚に関する報道に対する怒りを表現する手段として選んだこの絵文字は、 ファンたちに彼の感情の複雑さを伝える重要なメッセージとなりました。冷静な講義の奥にある真実は、羽生ゆずるさんのファンとの結びつきを深め、彼の人間性を理解しようとするファンたちにとって、新たな理解の窓を開くものでした。笑顔の裏に秘められた感情が、羽生ゆずるさんとそのファンとの絆を一層深める契機となりました。